マルコシモーネは、イタリアカステッランツァ出身の元サッカー選手。元イタリア代表。ポジションは FW。現在はクラブアフリカーンの監督を務める。1987年1月にコモカルチョで、プロデビュー。1989年に、チームの降格に伴い AC ミラニエと移籍すると、2度の UEFA チャンピオンズカップ優勝をはじめ、 4度のリーグ優勝などミランの黄金時代を支えた。イタリアでのシーズン最多得点は1994から1995シーズンの30試合17得点。ミランにおける通算成績は245試合で74得点となっている。1997年、フランスのパリ・サンジェルマンに移籍。翌年にはカップ及びリーグカップの2冠に貢献している。 そして1999から2000シーズン、パリ SG のライバルチームであるエース、モナコに席を移すと、34試合21得点という、成績を残し、リーグ優勝の立役者となった。2001年に、ミランに復帰するも、差したるインパクトを残すことができず、古巣のモナコを経て、2004年に、アグックニースで引退を表明した。2005年、 セリエ c に a c レニャーノにて現役復帰を果たし1試合の未出場した。その後同チームの会長に就任している。イタリア代表には定着せず1992年に初招集を受けてから4試合の未出場した。ありがとうございます。